日本神奈川県川崎市宮前区菅尾菅尾は神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は菅尾1丁目から菅尾6丁目。1986年11月23日に住居表示が施行されている。郵便番号は216-0015。面積は1.454平方キロメートル。 宮前区の北部に位置し、神奈川県道13号横浜行くた線が域内を貫通している。一帯は住宅地となっているほか、聖マリアン内科大学と地域医療の拠点ともなっている。その付属病院も所在している。宅地開発により、一部では地図混乱地域が発生した。菅尾の北端では、菅尾家級、初山や多摩区の長沢、三田。 マス型と、東端から南東にかけて犬蔵と、南西端では、水卓、南端には、美しが丘と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、菅尾後の7の12の地点で18万4000円、平方メートルとなっている。この地からは、縄文時代前期の菅尾金塚遺跡が、発掘されている。菅尾という語は、 鎌倉初期の文献に、菅尾号として登場しており、この当時は、国画領であったと考えられている。1559年の小田原州所領役長には、小机州、高田玄馬助が、30巻分小机、菅尾内、同人の寄り子分として、30巻分道菅尾内と記載されており、この当時には、上、菅尾と、下菅尾に分かれていなかったことが伺える。 江戸時代初期には上菅生村と下菅生村に分かれたとされており、昇法記の武蔵田園墓には下菅生村の文字が見える。また、増式と呼ばれた一部は、それ以外の本村と領主が違い、新編武蔵風土機構にも、おのずから別に一村のごとしと記録されている。山沿いは、天水、平地では湧き水を使うなど推理が悪く、農民は、 副業として、炭焼きや、菅ザルとして知られるル作りなどを行っていた。明治維新以降も農村であったが、戦時中には、陸軍が土地を確保し、それが解放された後には、宅地開発の波が押し寄せ、農地は、ほとんどが宅地へと姿を変えていった。文字通り、缶が生えていた土地と捉える見方もあるが、小さい谷が続く土地の意味とする解釈もある。 都合が住居表示を施行する前の字は以下のようになっていた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地を通る鉄道の計画として川崎住管高速鉄道があり、当地には増式駅、伊代間駅の二駅が設置される計画となっている。 当地が、鉄道の駅から離れていること、また聖マリアン内大病院があることもあって、小田急線の向こうが丘遊園駅、生田駅、新百合ヶ丘駅、上戸駅、東急田園都市線の溝の口駅、宮前平駅、詐欺沼駅、ざみの駅とを結ぶバスが、小田急バスと川崎市交通局によって運行されている。さらに、詐欺沼駅発着の系統では、 この二社局に加えて、東急バスが運行する便も存在する。また、増式交差点から、南側は、田園都市線の多摩プラーザ駅、北側は、小田急線に出る人が多い。ありがとうございます。